ザ・オークは2015年のアメリカ合衆国の電気映画。監督はロバート・ゼメキス。主演はジョセフ・ゴードン・レビット。1974年にワールドトレードセンターで綱渡りしてニューヨークの市民を驚かせたフランスの綱渡りの大道芸人フィリップ・プティのノンフィクションマン・オンワイヤーを原作としている。1974年8月7日、フィリップ・プティは ワールドトレードセンターの屋上にいた。ツインタワーの間にはワイヤーが張られていた。プティは綱渡りでツインタワーの間を渡り切ろうとしていたのである。この無謀かつ非合法な挑戦に至るまでの経緯とその挑戦の過程、結果を描き出した作品である。カッコ内は日本語吹き替え第28回、東京国際映画祭に登壇した。 ロバート・ゼメキス監督とプロデューサーのジャック・ラプケ主演を務めたゴードン・レビットは綱渡りをしたことがなかったためプティ本人の指導のもともと特訓を行ったその結果練習8日目にして綱の上を補助なしで歩けるようになったゴードン・レビットは撮影の合間を縫って練習を重ねていたという最後の綱渡りのシーンはスタントマンも使いながら レビット自らスタジオ内で綱渡りをして撮影された。ワイヤーはスタジオの床から12フィートのところに貼られており、その貼り方は1974年の挑戦の時と同じ貼り方だったという。ゴードン・レビットはよりしっかりとしたイメージを持つために、ワールドトレードセンターのツインターアート地にある2つの記念碑の間を実際に歩いた。ゴードン・レビットは2001年の夏に、 ワールドトレードセンターにあった展望台に行ったことがあり、その記憶も演技に生かしたと述べている。また、ゴードン・レビットはフランス人のプティを演じるにあたって、フランスなまりの英語の習得にも努めた。シャルロット・ル・ボンの協力もあって、ゴードン・レビットは完璧なパリ風英語を習得できた。二千十四年五月十六日、 本作の主要撮影がカナダのモントリオールで始まり、同年8月6日に撮影が終了した。2015年9月26日、本作はニューヨーク映画祭でプレミアを迎えた。30日には iMAX 設備のある映画館で先行上映が始まり、10月9日にはその上映規模を拡大させた。2015年9月30日、本作は 全米443館という規模で限定公開され、156万ドルを稼ぎ出し週末工業収入ランキング初登場11位となった。翌週の拡大公開では、全米2509館での上映が始まり、371万ドルを稼ぎ出し週末工業収入ランキング7位となった。本作は批評家から絶賛されている。 映画批評集積サイトのロッテントマトズには199件のレビューがあり、批評家支持率は85%、平均点は10点満点で7.2点となっている。サイト側による批評家の意見の要約は、ザオークはスリリングの視覚効果と実話に基づいた人間ドラマのバランスをうまい具合にとっている作品である。活力に満ちた人間の描写が見る者の,の印象に残る。 となっている。また、メタクレティックには41件のレビューがあり、過重平均値は70、100となっている。なお、本作のシネマスコアは A マイナスとなっている。ありがとうございます。